秋田県道28号秋田岩見船岡線は、秋田県秋田市から大仙市までの県道である。秋田市、卸町の国道13号交点、秋田卸センターから秋田駅方向に向かい路線が始まる。広小路通りを通り、久保田町交差点から大羽本線を立体交差し、東へ進む。秋田自動車道を立体交差した後、 秋田市太平八田の秋田県道232号、太平山八田線交点を右折、秋田市川辺山内の秋田県道308号川部辺、兄線交点まで道なりに進む。県道308号重複区間を経て、岩見川沿いに、諏訪谷京付近まで路線が続き、秋田市川辺岩見屋座、小平台から、先が未京葉で通行不能になる。再び、 大仙市橋は船岡の秋田県道316号、東昇宇津の先終点で路線が始まり、県道316号から直通して淀川沿いに、下流へ進む。秋田新幹線、大宇本線を立体交差した後、船岡交差点、国道13号交点に至る。なお、広小路は、久保田町交差点から、広小路西交差点方面への一方、 通行区間なので、車両で県道を起点から終点方向へは通れず、2つ南の中央通りを北都銀行本店前交差点から市民市場入口交差点まで迂回することになる。2011年頃から長年未着手だった都市計画道路川尻後面線の秋田市。 南通り亀の町の五丁目京交差点から、秋田市旭北西北町の秋田県道56号、秋田天皇線、山王五丁目交差点までの区間が順次事業化され、東県道の支線として、部分的に共用を開始している。以下の都市計画道路と路線が一部重複する。秋田市では、それぞれの通りについて、以下の愛称が付けられ、市民に親しまれる道路愛称として、 一覧を公開している。手形立教支線支線は、都市計画道路川尻方面線の未着手の区間で、部分的に順次強用されており全線開通には至っていない。支線、ありがとうございます。